意外とぬいぐるみとか好きだよ。ほら、で出た作品のキャラクターとかさ、あ、それで違う作品のものと組み合わせて、組み合わせる、自分だけの物語作って、北総演台とかそんなストーリーをね、新しく、そう作ったりするわけですね。今欲しいのはね、あのね、スパイファミリーのね、アーニャちゃんのね、フィギュアが欲しいね。だって呪術廻戦の主人公と髪の色がピンクで同じじゃん。あの子たちはきっと兄弟なんだよっていうのやばい脳内設定を再現してニヤ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 って笑う。結構これじゃ聞かない方がいいかもしれない。どんどんトマさんの深淵に触れていくそうな感じするから。ニコニコニコって。はい、次の質問いきましょう。